マリナ・イスマイール、あなたがこれを読んでいるとき、俺はもうこの世には、武力による戦争の根絶、ソレスタルビーイングが戦うことしかできない俺に戦う意味を教えてくれた。あの時のガンダムのように、俺は知りたかった。なぜ世界はこうも歪んでいるのか、その歪みはどこから来ているのか、なぜ人には無意識の悪意というものがあるのか、なぜその悪意に気づこうとしないのか、なぜ人生すら狂わせる存在があるのか、なぜ人は支配し支配されるのか、なぜ傷つけ合うのか、なのになぜ人はこうも生きようとするのか。俺は求めていた。あなたに会えば答えてくれると考えた。俺と違う道で同じものを求めるあなたなら、人と人が分かり合える道を、その答えを。刹那、俺は求め続けていたんだ。